私絶対増税すると思ってるんですよ増税されますよこのままじゃ増税する気満々そう思ってもいいと思います一番取りやすいからねインボイスというものまあ、小規模事業者に対する増税ってこともこの10月から始まるとそう考えるならばもう次に あげられるもの、皆さんから絞り取れるものっていうふうにフォーカスを合わせてくるっつったらもう消費税。そんなことやられたら、ちょっと想像したくないですよね。さらに景気が悪くなるっていうような社会を自分たちで作ろうとしてるっていうね。本当に。むちゃくちゃな話です。なので、海外がどうしたとかっていうことは比較にならない。30年景気が悪い。 格差が広がっている地盤沈下しっぱなしって国、日本しかないんだから、逆に言ったら、負荷になるものはどんどん外していくってことをやらなきゃいけないだろうと。エッフェル松川さんという方が、フランスの消費税は19.6%だと言っておりますで、日本よりも間接税が高い国があるっていうふうに言ってるんですが、そういう国で、財政。 えー、不,不安がです、ね、解決してるかっていうと、してないし、その方法は正しいのかなっていうところについて、もっと深掘りして検証する必要があると思います。でもし、その間接、えー、税の増税がです、ね、財政再建にあまり役に立たないんだったら、もうそれは役に立たない、間違った方法だってことをズバッと世間にアピールして、あ令和の存在感っていうのはアップしていくと思うんですが、そのあたりについてどうお考えなのかとか、どのように認識なのか。 ってていいいうのを教えたただきたいところです海外と比べること自体、間違ってると私は思ってます、比べられません、日本の消費税と海外の消費税、いわゆる付加価値税的なものですね、で海外では十何だ、20%だとかっていうのは、その中身を見ずに話してるのとほとんど等しいんですよ、例えばですけど、<う>生活必需品に関しては、えー、軽減税率が適用される。日本みたいな あんな、えー、とケチな話じゃないですよ、えーと、みりん風味のものがどうで、みりんがどうだとかで、8%がどうして、10%がどうしたとか、そんな意味不明な、一体これ、誰にとってプラスやねんみたいな、そういう軽減税率とかじゃなくて、生活必需品に関しては、えー、ガクッと下げるというようなことの対応がされている国も多いわけですね、だから日本みたいに事実上、もうほとんどのものが10%、で引かれたとしても8%は絶対取られるというような状況ではないわけですよ。はい えー、ヨーロッパなどで消費税が20%以上のも国も多いんだから、消費税10%って大した話じゃないだろうみたいなことがよく言われるわけですよ。まあ、そのエッフェルさんもですね、多分おそらくそういう感覚で言ってると思うんです。まあ、エッフェルさんってあれでしょあの、視察行った方でしょ自民党の視察行ってこんな形やってて、エッフェルって呼ばれるようになったっていうね。でもそれは正しくないよってことです。ヨーロッパなどに比べると日本の税率は低いよねって。けれども、総税収。 税金全部集めたっていうようなね、総税収に占める消費税の割合は、諸外国よりも高いと、日本がね、つまりこれ以上消費税率を上げると、世界で最も消費税に依存する国家になると、消費税頼みみたいな、こういうあの税の集め方っていうのは非常にやばいってことですよ、景気に左右されないから消費税が引いんだと。 だってみんな生活するためには絶対消費税払う、物を買うから消費税払うから、これ景気が良くても悪くても、税収は安定するんだっていうのが一番やばいんです、本当はやっちゃいけないんです。景気がいいときは税収が上がり、景気が悪いときは税収が下がるって当たり前のことなんだから、そこに対して安定的財源っつって、みんなが生きていく上に絶対に必要な支出に対して課税するっていうのは、これ、完全に間違ったやり方なんです。 景気とか一切考えないビルトインスタビライザー景気の安定装置っていうものが消費税にはついてないってことそういう話なんですねこういう税,理税金の取り方が一番やばいんだってことです、えー、ドイツイギリスイタリアスウェーデン日本と左側に書いてあるんですねで標準税率は2022年の段階でドイツ19%イギリス20%イタリア22%スウェーデン25%日本は10% これだけ見たら日本の消費税安いよなみたいな感覚になるんだけれども全ての税収の中の内訳を見ていくとドイツ19、19%の消費税例えばですけれども全部の税収の中で消費税が占める割合が26.8%、まあ、順にこんな感じなんですね、で日本は10%しか消費税取ってないんだけれども総税収に占める割合が32.3%。 これ他国と比べても消費税頼みみたいな形になっちゃってる。逆に言ったら消費税に頼み切ってる分他を下げてあげてる。 だから、資本家に対して法人税減税したりとか、金持ちに対して所得税減税したりとかっていうことが進んでいって、みんなから絞り取るってことをメインに持ってきちゃってるっていう話なんですよね。で、各国ではどんな感じですかってことなんですけれど、例えばイギリスなんかもそうですね、多くの品目が大胆に非課税とかゼロ税率みたいな話になってると、様々なものをどうしてかって言ったら、だって生きていく上で、 絶対必要なものを手に入れなきゃいけないのに、そこに重い課税ってものがなされたときには、生活苦しくなるのは当たり前じゃないですか、だから軽減するんですよね、そういうことが当たり前になされていると、もちろん日本も非課税とされてるものはありますよ、土地の譲渡だったり、賃貸住宅だったりとか、とは言いながらも、その社会的状況において、賃料が上がったりってことはありますからね、事実上、消費税って物価を上げてるのと同じですから。 物価の上昇をもたらすものですから他にも金融保険医療教育福祉等には非課税ってことにはなってんだけれどってことですね、まあ、例えばドイツで見てみると非課税と言われるものの幅はこれぐらいあってで食料品水道水新聞雑誌とかいろんなものに関してもこれやっぱり軽減されてるんですよねフランスもそうとこのような軽減されてるような状況があるとだからそのまま日本と同じように消費税海外でもやってるけれどみんな成功してるじゃねえかよって 日本より経済や景気が悪いいわけじゃないだろうってだからそれならば日本の消費税だけ取り出してこれが悪税だっていうのはおかしいよっていう話になってんだけどそうじゃないだろうと軽減税率とか非課税っていう形にしてない国もあるんだけれど社会保障としてしっかり返ってくるっていうこれは国民と政治との間に信頼がしっかりと成立してるっていうものが事実上あれば話は少し変わるかもしれないでも日本ってそんな状況ないでしょ 政治ととああなたの間に信頼ありますすかってことです政府の言うことは間違いがない、そう思われる方、どれぐらいいらっしゃいますいいんですよ、いらっしゃって、そういう方も。まあ、基本信じてないですよね、そろそろです、信じられるような政治なんて目の前にないからってことです、それを考えたときに、やっぱり負担が増えて、これを皆さんのために使いますって言ったって、事実上、皆さんには負担増、別の形での負担増とかが次々に前に出てきてる状態ですよね。 話戻ると、その海外との消費税と比べてみろやみたいな話で、消費税の有用性みたいなものを訴える人たちっていうのは、ちょっとずれてんのかなと思います。今言ったような生活必需品に対して、徹底的に非課税であったり、軽減っていうものを、前に進めてる状態であって比べられるならば話は別だけど、日本は消費税のスタートが目的が違うんですよ。何かっつったら、法人税下げるために消費税を導入してるんですよ。 直感比率の是正直接税を下げるために間接税を入れてるってこれ経済団体からの要求で前に進んでるっていうのはもうこれ過去の歴史で明らかですからここに関して消費税をこれ以上続けるという選択肢はないだろうと一部の人たちだけを得させるために消費税という形でこの国を壊してきたんですよ気が悪い時に消費を上げるバカな国は日本しかないんです何度もやってるんですそのおかげで30年間復興なんですよ 他にそんな国存在しない、そんな自虐的な国いない、ある意味で国民に経済制裁をどんどん貸していくような国なんて存在しないんです、でも日本はそれをやってきたし、これからもやっていこうとしてるってことですね、ちなみに岸田さん、消費税について何と言ってるかってことだけ皆さん、考えていただきたいんです、私、絶対増税すると思ってるんですよ、増税されますよ、このままじゃ、増税する気満々、そう思ってもいいと思います、一番取りやすいからね。 これは総裁選、自民党総裁選の時に岸田さんが言った言葉なんでしょう。消費税を10年程度は上げることは考えない。よかったですね。10年ぐらいは増税なしですって。多くの方々は一瞬それで安心したかもしれないけれども、残念ながらその1年後ぐらいに当面上げることは考えていないって話変わってるんです。どこが変わったかわかりますもう一回その前見てもらいますよ。1年前。 10年程度は上げることは考えない、その1年後、当面上げることは考えない、どんどん短くなってきてるんですよね、インボイスというもの、まあ小規模事業者に対する増税ってことも、この10月から始まると、そう考えるならば、もう次に上げられるもの、皆さんから絞り取れるものっていうふうにフォーカスを合わせてくるって言ったら、もう消費税。 っていうものも結構大きい狙いだろうなっていうふうに思います絶対に止めなきゃいけないってことですねそんなことやられたらちょっと想像したくないですよねさらに景気が悪くなるっていうような社会を自分たちで作ろうとしてるっていうね本当にむちゃくちゃな話ですなので海外がどうしたとかっていうことは比較にならない私自身はそう思います比較してもいいけど先ほど紹介したような形で究極は政治との間に信頼があって 絞り取られたものは社会保障としてえ底上げされるんだからいいじゃないかっていう論はもう前にそれ終わってんす、潰れてんす、税と社会保障の一体改革みたいな話でね、まあ、くでもない政党でしたよ、民主党、自民党、公明党、まあ三大ろくでもない政党が一つになって、消費税増税を決めた資本家の犬としか言いようがないんですね、だって消費税はそのままストレートに資本家のプラスになるから、それを考えるならば、とにかくこれ止めるしかないですよね。 だから何をしなきゃいけないかって言ったらやっぱりこの消費税を止めなきゃいけない消費税を廃止っていうふうに私たちは訴えてます。もちろんインボイスも廃止ですよ。とにかく他国と比較できる状況にない30年景気が悪い、えー、格差が広がっている地盤沈下しっぱなしっていう国日本しかないんだから。逆に言ったら不可になるものはどんどん外していくってことをやらなきゃいけないだろうと。そう思います。すいません。ありがとうございます。